アベマ解説の安田道博さんに、あのことを指摘される三笘薫。元日本代表の選手で欧州で守備をしてた人に、三笘の守備はダメって言われてしまったね。ものすごく見識がある人から見れば、全然守備できてないんだろうな。誰？安田道博。安田は現役時代から、ズバッというタイプだよね。三笘さらすな安田。メッシは守備せずに、歩いててもいいですけどね。アンチとかじゃなくむしろ好きだけど、もっと上のプレーを見たいから三笘には、あそこの守備しっかりしてほしかったな。左スタメンで出たアディングラがゴール、三笘が投入されてから失点し再開と引き分け、しかも三笘の怠慢守備から失点、安田に解説される。こんなことなら出ない方が、三笘が入ったら余裕で勝ってた、と妄想できてよかったな。あんまりここで言うと批判食らうけど、三笘の守備って前からこんなもんじゃね。ドリブルが派手だからその指摘ほぼないけどね。守備意識に関しては南の役ボイカだと思う。この時点で15ゴール取ってれば、守備失敗しても許されるんだ。ゴール X の水戸には厳しい条件。テセ矢印水戸褒める、安田矢印水戸をけなす、安田って態度が悪いテセの話中でも割って入る。水戸がメッシレベルなら守備に走らなくてもいいが、メッシじゃないから守備しなくちゃいけないんだそうです。もっとレベルアップしてほしいからあえて言うそうです。ワールドカップも出たことないのにな。チェルシティでもスタメンは難しいかもな。守備強度が低すぎる。レベルが高くなるほど守備強度の低さで、出場機会が減っていく。あの失点が、三笘の怠慢守備のせいなのは、盲目三笘心以外みんなわかってる。三笘の守備はアリバイ守備だからな。幕ありの体を張って削られまくる。頼もしい姿が恋しい。ドイツ戦スペイン戦で、守備の貢献がすごいって。お母ちゃんに褒められていたが。